私からは地方創生の、国の、意向、現実という点についてご答弁申し上げます。これまで本市は国の地方創生の考え方でありますところの人口の首都圏一極集中の是正、若い世代の就労、結婚、子育ての希望の実現、地域の特性に即した課題解決について、それを具現化する取り組みを先取的、積極的に進めてまいったところでございます。平成25年から26年にかけまして、第5次中央実施総合計画の策定の過程において、人口減少社会をしっかりと見据え、明確な将来構想として目指す都市像を、都市像と目標人口を設定するとともに、信州エフパワープロジェクトを核とした地域再生計画、森林資源の循環活用による持続可能な田園都市づくりを提案し、国の地域活性化モデルケースに選定されたところでございます。ほぼ時を同じようして、当時の石破茂地方創生担当大臣からは、地域自らの特性を生かした自立こそ地域再生が進化した地方創生であり、熱意と創意工夫のある自治体を国は全力で支えていくという力強い言葉があった次第でございます。こうしたことから、平成27年3月、全国2番目の速さで第5次中央実施総合計画と一体的に地方版総合戦略と人口ビジョンを策定し、地方創生のフロントランナーとしての本格的な歩みを始めたところでございます。その当時から一貫して、私は暮らしやすさや交通アクセスの良さ、最先端のものづくり技術の集積といった本市の持つ強みや地域資源に磨きをかける中で、内外に選ばれ続ける都市となることが本市の目指す地方創生であり、さらに県民自治体とそれぞれの創意工夫によって相乗効果と補完機能が発揮され、広域的エリアの持続可能性が担保されることになることこそ、真の地方創生の実現につながるものと考えて推進してまいりました。よって本市では、国の地方創生支援メニューを活用し、目的地を奪います循環自立創生事業や松本小一軒仕事創生事業の広域連携事業を柱に、シティプロモーション事業や産品ブランド化事業等、これまで総額3億6000万円余の交付金を受け、本市の特性を生かした個性あふれる地方創生に取り組むとともに、第5次総合計画を一体的に推進し、市民の皆様の確かな暮らしの実現を目指してきております。人を育み、仕事を作り、町の活力を生み出すことによる持続可能な自治体経営が地方創生の目指す目的であり、このような好循環は一朝一夕には確立できないことは言うまでもございません。しかしながら、本市では人口の社会増が平成27年から継続しており、現在の総人口は目標人口の中間値を600人を上回る状況にあるなど、内外に選ばれ続ける都市としての着実な成果が現れ始めてきていると承知しております。引き続き、町、人、仕事、創生と目指す都市を確かな暮らし、未来につなぐ田園都市の実現を一体的に目指してまいりたいと考え次第でございます。以上です。産業政策担当部長、私からはバイオマス発電施設整備についてお答えをいたします。まず、事業の進捗状況についてでございます。信州エフパワープロジェクトにつきましては、豊富な森林資源を無駄なく活用し、そしてその利益を山側に還元することで、林業産業として復活をさせ、森林の再生や木材産業の振興を図るという取り組みでございます。
で、その中で木質バイオマス発電施設につきましては、事業着手に向けまして建設工事の工程ですとか出資契約、融資契約、プラントの保守管理契約と現在詳細な内容につきまして関係者の間で最終調整が進められているというふうにお聞きしている状況でございます。公式にはですね、事業者がプラス発表することになろうかと思いますけれども、先日の本日の報道によりますと近いうちに着手というような報道もされてございます。非公式には私どももこういった情報についてはお聞きをしているところでございます。追って公式に発表があるだろうというふうに思っているところでございます。で、ご質問の中で、これまで遅れてきた理由についてでございます。これまでの経過の中でいろいろ社会状況、経済状況、変化が、状況に変化がございました。で、1点目は発電事業の増額、事業費の増額でございます。それから2点目は発電事業の事業主体がですね、当初1社というようなことでありましたけれども、出資を募って新事系統を組んでやるということ、それから3点目が電気発電プラントメーカーの変更があったということでございます。それから4点目につきましては、当初熱電平均ということでございましたけれども、熱利用の方法については、これは見直しがされてきたといった変化があったわけでございますし、それから、新規系統側でですね、いろんな取り組み項目というのがありまして、で、その何項目もの調整項目を解決していく、合意形成をしていく、その中で時間が経過されてきた、時間を要したということをお聞きしているところでございます。次に発電施設の稼働と関係します市の事業でございます。3点ございます。電気の地産地消、それから山の宝ステーション事業、ペレット製造事業でございます。で、1点目の電気の地産地消につきましては、農林水産省の補助を受けまして昨年8月から取り組みまして、本年度も引き続き事業の可能性について調査検討をしている状況でございます。で、これは地域主体の小売電気事業者を設立をしまして、で、発電施設からの電力を買い取り、市内の公共施設あるいは農林業関連施設等に売電をすることによりまして、電力消費者にとりましてはコストの削減、それから農林産物の付加価値の向上、林業の再生、新たな雇用の創出等を目的としているものでございます。また将来的にはこの採算性を見極めながら家庭を含む地域での電気の地産地消を目指しておるものでございます。2点目の山のお宝ステーション事業につきましては、これは自伐林家の育成を図るとともに、搬出をしました木材を買い取ることによりまして、里山における森林整備を啓発しているものであります。今後の自伐林家の活動の進展、あるいは搬出される木材の量を見計る中で、塩尻振興公社が事業主体となりまして、持ち込まれた木材を発電施設へ供給することを計画をしております。3点目のペレット製造事業でございます。これは木材製造加工施設から副産物としまして大量に発生する温和庫からペレットを製造し、地域エネルギーの創出を目指すというものでございます。で、今後供給をしていただける温和庫の量を協議をする中で、ペレットの製造規模等を関係者とともに検討してまいることになります。で、こういったこれらの事業につきましては、発電所の着工が遅れることによりまして、事業の可能性ですとか規模等を見極める時期も遅れることになりますので、一日も早い建設工事の着手を切望しているというところでございます。私からは以上でございます。
も教育担当部長。私からは子ども食堂について現状と今後の市としての考え方についてお答えを申し上げます。子ども食堂は経済的理由などにより家庭で十分食事が取れない子どもなどに無料もしくは安価で食事を提供する民間初の取り組みであり全国に広がっております。現在では貧困にかかわらず地域での孤立を防ぐため子どもを対象とした居場所としての取り組みも増えております。市内で行われている子ども食堂は昨年度から NPO 法人が中心となり月1回程度定期的に開催しているものと本年2月から民間の事業者によりふれあい食堂としてほぼ毎日開催しているものがあります。最近では子どもが集まる地域の行事と連携して子ども食堂を開催するケースが増えており地域の大人と子どもをつなぐきっかけづくりにもなっております。子ども食堂の取り組みは行政が直接実施することが難しい事業でもありますので民間の取り組みを大事にしつつ情報提供や市民からの協力の申し出を事業者につなげるなどできる限りの協力は行っていきたいと考えております。また特に夏休みなど長期休業の時などに子どもが集う行事などと連携した子ども食堂の開催など地域の取り組みを促進してまいりたいと考えております。私からは以上でございます。水道事業部長。私からは上水道事業について水道法に改正に伴う本市の考え方と県の動向についてお答えいたします。水道事業は施設の老朽化耐震性の向上、職員数の減少、使用水路の減少による料金収入減といった課題に直面し、将来にわたり安全な水道水の供給を維持していくためには、水道事業の基盤強化を図ることが必要であり、広域連携および官民連携の推進や、水道事業の基盤強化に向けて、関係者それぞれの責務を明確化するなど、時代に対応したものに改めるため、本年3月7日に水道法の改正が国会に提出されたところでございます。水道事業の基盤強化を単独で図ることが困難な中小規模の水道事業者は、地域の実情を踏まえ、不足する職員の確保や経営の効率化、災害対応能力の確保にも有効な広域連携を図ることが必要であり、また民間企業の技術、経営のノウハウ、人材の活用を図る官民連携も基盤強化に有効な方策でございます。長野県におきましても、本年3月に策定いたしました長野県水道ビジョンに基づき、広域連携について、本年9月末に第1回松本県域水道事業広域連携検討会を開催する運びとなり、地域のまず実情や課題について、県及び関係市町村による意見交換が行われる予定でございます。本市では経営の効率化や基盤強化を図るため本年4月から簡易水道事業を水道事業に統合するとともに水道料金等徴収業務を塩尻市水道事業協同組合に委託し官民連携を図っているところでございます。引き続き塩尻市水道長期基本構想および塩尻市水道ビジョンに基づき持続可能な水道事業を目指し、国、県の動向を注視しながら事業を進めていきたいと考えております。私からは以上です。
建設事業部長。私からは雇用促進住宅について29年3月定例会以降の状況と検討内容についてお答えいたします。雇用促進住宅緑ヶ丘団地の入居状況につきましては80戸のうち42戸で入居率は 52.5% でございます。平成28年4月から行っている4階および5階への単身入居を認める入居条件の緩和により2戸の入居がございました。入居率の改善等に向けた検討内容につきましては本年度に塩尻市市営住宅等長寿命化計画の見直しに着手しており、去る9月1日に雇用促進住宅を含む市営住宅等の入居者に対し公営住宅に関するご意見をお聞きするアンケートをお送りしたところでございます。今後アンケートの集計結果や雇用促進住宅周辺の民間住宅の状況などを参考に家賃の値下げを含む維持管理方針を明確にするとともに雇用促進住宅の取得に関わる償還が完了する平成31年度以降の住宅の在り方や区分の変更についても方向性を決定していきたいと考えております。私からは以上です。